うまもう本格的に寒すぎてやばいのでコート持ってきてよかった。わお、やったーい。おでんたん、これパン、うん、いただきます。うまっ。寒いね。うまっ。疲れそう。飲め。韓国で買いました。行かないからね。韓国の方が安いの？いや多分あんま変わんないと思う。あのコンバースは安いけど、ニューバランスはあんま変わんないと思います。ヘロマイクちっちゃくね。あ、これですか？あ、楽しい。今のネストが自分。美味しい。売ってるよ、コンバ。ありがとうございます。最終日です。もう今日はご飯食べて帰ってきて早めに寝たいと思います。明日結構早めの飛行機なので、このアイソイのパックがすごくよくって大量買いしました。作ってみてね。ちょっとパックしてるから喋りにくいので、バイバーイ。どんなやつ？加納英孝のドラえもんの歌、うん、歌ってみて。え、替え歌ってこと？千鳥の癖がね、すごいネタグランプリ見る。イエーイ。それ何？このポケモンの
キーホルダー当たるやつ昨日から頑張ってて、で昨日このもうふくらはぎじゃないもん、モブキャラみたいなのが出てちょっと落ち込んでたんですけど、今日今開けたらこれでテンション爆上がり。めちゃくちゃ可愛い。あ、美里がカビゴン当てた。イエーイ、可愛くない？さ、叫んだよね。叫んだ。そこ動画撮りたかった。本当に撮ったらよかった。あとピカチュウ。可愛い。はい、今日最終日でございます。韓国版レモンドみたいな。あとこれ何？チャパゲッティ。あれじゃんね、パラサイトでさ、うん、ミサトは食べないって。うん、私は寝酒だけ。初めてなんですよそれ。うん、こうやって食べるの？韓国人それ食べるよね。でもこれやりすぎたらすっごい量になっちゃう、うん。匂いの味だよもう。そんなに熱くない。ついた。ここうまい。熱い？そんなに熱い？うま。美味しいよね。うん、あの。ああ。うん。中が熱い。うん。その食べ方するからだよ。こうしたら香ばしくない？うん、美味しい。なんか店で食べたらもっとめっちゃ美味しい。それか韓国人に作ってもらったらめっちゃ美味しい。引っ越しなきゃ食べれないんじゃないのこれ。え、みんな引っ越しした日にジャジャーメンね。ジャジャーメンか。でもジャジャーメンと味違くない？なんかでも似てる。うん。これになんか目玉焼きとトリュフオイルがちょっとかかってるんだけど、店で食べると。それがめっちゃ美味しい。作ってよ。トリュフオイル買おうと思って。料理しなさいよ。マジ料理するわ。うん。炊飯器買うとか始めないと。あ、炊飯器？土鍋で炊いたら？ね、もう土鍋推しすごいんだけど。私土鍋で炊いてるいつも。冬じゃん。うん。毎日鍋がいい。うん。でもは？野菜を。うん。一人分買うの難しい。いや、間違いない。うん、毎日鍋パン？毎日やんだったらめっちゃいい。ねえ。うん。あとなんか、頭よくさ、こうちゃんと計画的にさ、うん、じゃあ明日はこれで野菜炒めにしようとかさ、味噌汁にしようとかできる人ならいいけどさ。え、絶対できない。絶対無理じゃん、うん、うちら。絶対無理。え、リオできそうだけどね。あー、毎日料理一応するから。え、でも結構。あれば使うけど、物によってはダメ。結構私さ、その日の気分で食べるもの決めるからさ、うん、なんか、余り物で作ろうとかいう発想はない。あ、そうだね。かわいい。かわいい、マジ。マジ食べすぎ。今日お昼何食べたっけ？あ、そうだね、ちゃんと食べに行ったのか今日。うん、お昼定食いっぱい食べた。え、その後100本組めたんだっけ？うん。を食べたんだっけ？うん。え、じゃ昼食べてからそこまで何でも食べてない？食べてないよ。まだいけるよみたいな。朝サラダパン食べた。うん、食べた。だからまあ普通4食目。4食目うん、まあ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 。大好きなスジュビを食べに来ました。好きなやつスジュビ引っ張ります。辛いよ、めっちゃ。帽子すごい大きく見える下から見る。このまま食べてみる。うん、オムレーメンの方がすごい。だったら私も入れてみます。うまっ、うまっでしょ。めっちゃ美味しいじゃん。でしょ、好きだもん。言ってんじゃん、だから美味しいって。汁がすごい美味しいね。うん、うまい。ごまふり。汁で止まるから。でしょ？うん。混ぜ混ぜ。その辛いのも。青唐辛子の辛さ。ビビンバみたいな。
でもさ、こういうそぼそぼ友達好きだよね。全然次も食べられない。本当。ちょっとちげ。朝からこれ食べれるのすごいって言われる。